皆さんこんにちは、アパレルです。今回ご紹介する商品はノースペースのギアメッシュベストをご紹介していこうと思います。まずね、こちら素材やディティールからご紹介していこうと思うんですけども、本当にね、十分なスペースを持つダーツ入りや貴重品も安心のジップ付きなど、様々なサイズのポケットが合計10個も付いているノースペースのギアメッシュベストとなっております。まあ、以前のモデルと異なってね、クッション入りのショルダーハーネスが採用されているっていうところもね、一つポイントとなっております。脇と背面は引き続きポリエステルメッシュが採用されているのと、長時間着用してても蒸れにくくストレスなく羽織れる設計は相変わらずの着心地の良さというところかなと思います。肉厚ナイロンオックス素材の表地でタフな表情がしっかりとあるのと、ショルダーとウエストのフィッティングをバックルで簡単に調節できるというところも一つポイントかなと思います。圧倒的な収納力っていうところもね、しっかりと維持しつつ、着用感っていうところもね、本当に着心地の良さっていうところが、ありますので、非常にハイスペックな、ベストなんじゃないかなと思います。キャンプやフィッシングといったアウトドアはもちろんなんですけども、デイリーでもね、しっかりと、コーディネートの一環として使っていただきやすいですし、まあ、これからね、春夏に向けてこう T シャツとか、まあ、本当にね、1枚とかになってくる季節になってくるので、まあ、そういった時にね、こういったベストを挟むことによってよりこうおしゃれ度が増すんじゃないかなと思います。でこちらね、今回L サイズのみ着用してるんですけども、身長163センチ体重54キロで L サイズを着るとこんな感じですね。まあ身幅はね、見た目通り結構ゆったりはしたものとはなるんですけども、着丈はそこまで長くないですので、まあ、ちょっとね、 L サイズ着ても僕の身長ぐらいでしたら、ちょっと緩めに着る分に関しましては全然大丈夫なんじゃないかなと思います。まあ、今ねちょっとこうパーカーの上に着てるんですけども、こういったスタイリングも春先とか、まあ、今の時期でしたらね、ちょうどいいぐらいの感じで、本当にカバンいらずで、収納力も、しっかりとありますので、まあ本当にカバン持たなくて全然お使いいただけますので、普段使いにもね、そういったところも非常に便利なアイテムなんじゃないかなと思います。もう携帯とかもカードとかね、まあ入れるところも、すごくありますので、そういったところも使い勝手の良さに現れているかと思います。花粉がね、本当にひどくてちょっと聞き取りづらくて申し訳ないんですけども、最後までご覧いただければと思います。お色はね、ブラックと、ニュートープですね、こちら2色、ご紹介しておりますので、ちょっとね、両方とも本当にコーディネート、組み込みやすいお色となっておりますので、シンプルで、まあ、本当にあったら結構ね、コーディネートの幅を広げるっていう意味でも、すごく重宝するんじゃないかなと思います。まあ先ほどもお伝えしたんですけども、本当にアウトドアシーンに限らず、デイリーユースでもね、非常にこう使い勝手のいいアイテムとなっておりますので、まあそういったところ含めてね、何個もいるような感じではないかなと思いますが、一つあれば、すごくいいんじゃないかなと思います。でこちらがニュートップの色ですね。結構深みのある、もうノースフェイスといえばっていう感じのカラーとなってるんですけども、まあこれもね、黒と違ってよりね、こうちょっとアウトドア感っていうところが、強調して出やすいんじゃないかなと思いますので、まあ本当にね、普段のコーディネート、色目によって、ちょっとね、カーキか、黒か選んでいただくのもまあ一ついいんじゃないかなと思いますが、まあ個人的にはね、もう安心感を求めるタイプですので、まあそういった方はね、もう安定のブラックが一番間違いないんじゃないかなと思いますが、まあちょっとね、白とかグレーとか黒とか、まあそういったカラーで、ね、本当に相性も、ニュートープはいいですので、まあそういった部分も含めてこの2色ともね、どちらとも本当に非常にコーディネートしやすいかなと思いますので、まあ気に入った色の方、見つかればなと思います。まあどちらもね、本当にM でも L でも着丈はね、多分3センチぐらい、差が出るぐらいの感じかと思いますので、もう本当に170後半ぐらいの方でしたら全然 L でもいいかなと思いますが、まあ、160センチ前半の方でも L 着るとこのぐらいの丈感になりますので、まあ、そんなにね、丈は長くない分、着られてる感っていうところはちょっと出にくいんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺もね、少しサイズ選びの参考になればなと思います。まあ、しっかりとね、こうご家庭でお洗濯もできるっていうところのね、このイージーケアっていうところはやっぱりノースペースの一番個人的には素晴らしいポイントかなと思いますので、まあ、本当にね、気兼ねなく使
伝えるっていうところと、まあ、ロンティーとか、まあ、本当に半袖とかそういったところのコーディネートの、ポイントとして、ね、使う分には非常に、便利なアイテムとなっております。でこちらニュートープ着てみたんですけども、まあ、同じくサイズは L サイズを着ております。中に着ているパーカーがねちょっとチャコールグレーみたいな感じのカラーとなっておりますので、結構濃いめな色との相性もね非常にいいかなと思いますので、まあ前止めると結構身頃のところもねすごくすっきり見えるかなと思いますが、まあ開けてきても全然ねそんなにこうガバッと広がるような感じでもないですので、非常にね形はすっきりとしてていいんじゃないかなと思います。まあデザイン自体もね本当に派手すぎず、ノースフェイスのロゴがいいアクセントぐらいで、ちょっと前後ろ両方ねワンポイントとなっているような感じのデザインとなっております。非常にねこうやっぱり収納力もあって、まあ、機能的であって、しかもデザインのねコーディネートのポイントとしても非常に使い勝手のいいっていうところはすごく便利かなと思います。でこちらハーネスのところですね、非常にねクッション入ってますので、こう長時間羽織っててもしっかりとねこう肩の負担っていうところも軽減してくれるっていうのは嬉しいポイントかなと思います。まあ背中のところはねほぼメッシュになってますので、非常に通気性もいいですので、まあ春先夏前とか着ていただいてもそんなにこう蒸れっていうところもねなくお使いいただける感じですね。内側にもねこうちょっとストレッチ性のあるメッシュ生地のポケットがついております。フロントはね本当に結構大容量でお使い勝手はいいんじゃないかなと思いますが、まああんまりねこうなんていうんですかね、いろんなとこに、物を入れてしまうとどこに入れたか忘れがちになる、まあ、僕の性格もあるんですけども、まあ、ある程度決まったところに入れておくっていうところが、まあ、一つ、おすすめなポイントとなっております。まあ、こういったベストはね本当にいろんな形あるかと思いますが、まあ、本当にね気に入ったタイプのものが見つかれば一番ベストなんですけども、こういったね流行り廃りない形と機能性をね持ち合わせたベストっていうのはね本当に何個あってもいいんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひぜひ概要欄の方にねリンクも貼っておきますので、まあ、そちらからチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回ですねご紹介してきましたノースフェイスのギアメッシュベストですね、お値段がね27,500円と、まあ、決して安いというわけではないんですけども、まあ、その分ね本当にイージーケアできて、まあ、本当に流行り廃りなくて、コーディネートのアクセントにも非常に便利な、アイテムとなっておりますので、個人的には、すごくねこれからの季節使い勝手がいいんじゃないかなと思いまして、おすすめしてみました。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただければ高評価、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、まああとね簡単なライトアウターとか、まあ、パンツとかいろいろねノースフェイスも貼るもの、どんどん入荷してきておりますので、まあ、ロンティーとかスウェット含めて、今後もね、まあ、少しずつちょっと自分なりのペースでご紹介していければいいかなと思いますので、まあ、そちらも合わせてご覧いただけると非常に嬉しく思います。ということで、次の動画までまたさようなら。